こうねちょっとプレゼンが始まるわ、いきなりね、こういろいろ、いやまあ私はいいです。そうするとその営業マンが、だから萱野さんは成功しないんです。なんでなんでなんで、決断力がないと。決断、その場で50万決めろって言うんですよ。お前都合のいいこと言えないからバカみたいな。お前自身が、まあ、大体そういう営業マンに限って成功したらしてなさそうな雰囲気で持ってるでしょ。それで成功を売ってるんですよ。バカかとこの野郎みたいな。まあ私も成功しなかったですからね。まああれしかなんかねみたいな。で福岡帰ったらですよ、これから行くとまたいるんですよ、ナポレオンとか SM 変な営業マンが。でまあまあ無視、バカ貴様らみたいな、ね、こうで、やずやに知り合って、やずやの創業者まだ年商10億の分ですね、やずや知り合って本当は広告売り込み行ったんですけどね、まあ自分で広告すごいのです、あの社長自分で作ってた、私はコピーが得意だったんですよ、俺がやったら広告バーッと上がるぞ。ところがやずや自分でやってる、私よりははるかにうまいコピー書くんですね。あ、これはもうダメだと、もう営業諦めて、でやずやの社長が転職10回仕事を独立してたのにいろいろ失敗してたってのチラチラ聞いてたんで、44歳からバンって目覚めたと。はあ、そうかと、じゃあ俺と経歴前半似てるなと。なんで成功したんですか矢野さん、逆転どうしたんですかと。もうそっちの方ですね、こうずっとヒアリングこう行きましたね。まあずっとですね1時間2時間ぐらい聞きましたね。もう喋ってくれたの矢野の創業者が、それを聞いてって思ったらですね、あ、すごかった、いやありがとうございましたみたいなね。そら、あ、ところで君今日何しに来たんだっけな。いや一応ちょっとビーイングとかね、こういうのがあるんですけど。ああ、そうかそうか、いや、じゃあ頼むよって。まあ、いや、君はすごい営業マンだなって言ってね。え、もう何も言ってないよね。それで分かったのが、いわゆるそのトークじゃなくて相手のことをヒアリングする、一生懸命ヒアリングですよね。まあコーチングヒアリングみたいなやつをやると、自分のことを話して聞いてくれた人はね、人はやっぱ好きになるんですよね。好きになるし、もう詳しくなるじゃないですか、その感じのこと。だからいい企画提案営業ができたりするんですけど、あ、人の話聞くのがいいんだなってね、まあ、いうのはちょっと気づいたんですけどね。まあまあそれでこういろんな会で、やずやもですね、これやずのぶ面白い創業者、近づきたい、でも仕事以外でも会いたいなと思ったら、毎週水曜も水曜朝6時半にやずやでなんか成功哲学の勉強会ってこう聞いたら、 SMI あ、またあれかまたあいつらテープ売り込んでくるなみたいな、まあでもなとか思いながら、まあでも俺ね、やずさんちょっとなんかちょっとでも参加させてくださいよ、ただでみたいなね。あ、いいよいいよみたいなね、ただで参加させてもらって、その回は実はその SMI ナポレルなんかの教材を何十万以上買った人だけのフォロー勉強会だったんですよ。私だけ買ってないんですよね。だから矢野さんの紹介があったから、まあ毎週参加するようになりました。ただなんか夢を書いて、いいわ、実現する、アファーメーションだ、どの頃のへーみたいなね、バカかと思いながら、俺はお前らの話どうでも言ったら、俺は矢野さんの話が聞きたいってね。それずっと実は2年間ただで通ってました、ですから私だけ教材買わない。その主催者から見たらもう苦虫、この野郎みたいなね。でもクソ、もうやつさんの紹介かみたいなね、そんなもう牽制っていうか、そのもう火花の状態が2年間実はね続いてたんですね。でまあ続いてましたけどね、まあ結論から言うとですね、まあランチェスさんの勉強はし始めてました、経営戦略、これはこれでいいと。あ、でもこれ夢やる気、自己啓発、あ、これもこれでいいなと。でやずや自体はそれやってたんで、ちゃんと夢目標設定やって、バンってやって書いて、それを全社員、全社員もみんな書いて、それをね、できるできるって言ってね、あのてっぺんアホみたいに夢だーだーってね、まあやずやもやってたんですよ。これはこれでいいじゃんと、でまあ私もまあ2年経って50万払って教材買いましてですね、今も実はずっと通ってるんですね。そこでもうその会とか、大体ランチェスターの会とか、中小会どういう会とかで、今の時期になったら来年の夢を書くじゃないですか、書きましたね。でまあよし、まあ書こうかって2000年ぐらい書き始めましたね。でなんか本を出す、講演する、どうかな、まあいろいろこう書いてたんですよね。まあその前に武田氏から、あんたも本を出しなさい、講演しなさいって言われてね、その1997年ぐらいから言われてたんです。その時は本出せ、バカ、出せるわけないやんみたいな、講演できない、できませんな、何言ってんすかあんたみたいな。あんたがいいぞって、もうね、営業マン時代からトップセールス、俺はできん。だけどだんだん言われてると、こうなんかその気になってきて、で夢を書くで勉強会であちこち出てましたから、こう書くとこないんでですね、じゃあまあじゃあ本出すとかね、講演するとか、まあいろいろこう書いてですね、それがお手元の資料の中の、なんかありますかね、手書きのやつない、あ、ありますね、これ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 ですね、この手書きのやつ、
これがね、もうなかなかね、一番上2000年に書いたやつですけどね、夢のマスターレッスンと書いてますけどね、カナも本当はホラーです、ホラーを書いたの、ホラーをずっと書いていったんです。10年前ですよ、11年前ですね、もうね、もうまだ全然ダメ時代ですよ。まあ今だったら大したことないけど、まあいろいろ書きました。小林さんだ、本を出すんだ、25回年間でやるんだとかですね、西日本新聞に大きく記事で取り上げられるんだとかですね、まあいろんなことを書いてですね、でびっくりしたのはですね、一番下から2番目見てくださいぜ、2012年、家族で海外人生旅行に出るってね、書いてたんです実は。で実際2006年2007年行きましたもんね。これはね、やっぱり書く力ってね、すごいんです。ある、これはね、あるんですね。まあ、ずっとこれ書いてて、もう書くことなくなったから、もうなんかバカみたいなの書いてたんですよ、下の方はなあみたいな。あと一番下がいいですね、相田光雄プラス武田雄一プラス矢津ね、信夫的な人生カウンセラーになるとかね、書いてますよね。これ結構マジですけどね、そのまあ、ね、そのまあいろいろ書いてますけどね、結論から言うとほとんどこれ実現できてるんですよ。うわーみたいな、すごいねということで、実はこの書いたやつがですね、本になりましてですね、今書店で売ってるんですけどね、それがこの弱者の戦略っていう本になって、自分が本にしたんですけどねだから経営戦略もいいけど、やっぱ自己啓発成功戦略もいいよと、だから書きましょうと、人生啓発と。で書いたのはね、小さい私の事例ですけど本当になりました、だから皆さんも書きましょうみたいなことはね、まあ、経営戦略と一緒にこう人生戦略的なことはまあ言ったりしてるんですけど、でまあそのあと時間はもうちょっと大丈夫、独立したのが実は95年なんですけども、2001年2002年ですね、一時期はですね、年収1000万円を取れたこともありました。ですから実は当時の一番のお客さんだった精神美容外科、で月間1000万のうちの950万がこの精神美容外科の仕事だったんですまあある時打ち合わせがありましてね、山川と、まあ、今東京来てザ・クリニックというですね、新しい高級美容外科今からやってますけど、で打ち合わせ、広告の打ち合わせですね、こう色がね、この紫がねとか、山川がこう言って、いいじゃんこれ、いやこれちょっと金さん、この色がちょっと、いやいいよこの色です、いやでもこのちょっとうるさいって言ったまんみたいなお前なんかもうお前君だ、お前仕事なんかいらんって言ってですね、バシッともうお客さんの後で切ったんですよ、クーッて切れて、うん、でまあ帰ってすぐ気づきましたよ、うわ売上 95% ダウンだどうしようかみたいな、本当の話ですよね。だからね、地元の媒体の人間が大騒ぎしましたよ。まあいきなりね、そのこっちからの発注じゃなくて、新聞テレビラジオ雑誌やから、こっちの発注なくなって、まあ、山川から直接、山川の、もうハウスエージェンシー子会社広告代理店も作ってましたよね、そういった広告たくさん出すところだったら自分で作る広告代理店を、でそれはもう代理店飛ばしをやるんですけどね、まあでも彼は私に一応恩義、お互いまあ俺がやった、ね、いやお世話になった、俺が世話したとかいうのもあったりしたんで、私はちゃんと通してやってたんですけどね、いきなり、うん、こうなって、まあ、まあまあ売り上げ 95% ダウン、経験したことあるっていう人おありますあじゃあやっぱどっかの下請けみたいな仕事やつ、いや、法人から個人にお客様をシフトした時に、はい、なるほどね、ああなるほどね、そうですか、あれはねやっぱしびれましたね、まあ言ってみたらもう一旦倒産したようなもんですよね。でまあただね、いけると、俺はねまあまあやってたと、新規開拓が得意だと、で特務員やった、電話アポやった、ところがねやっぱね、リクルート時代と違ってですね、なんかね1件2件3件電話して断られると、もうなんかでこうカレンダー見たら仏滅なんですね今日は日が良くないみたいなね、あまあ今日はやめとこうとかね、なんかね、あれ要は一人の少人数独立した人間のねやばいとか、その辺ですよね。組織にいてちゃんとした組織、リクルートとか HS とか、その野村証券山井氏ああいったとこバーってやるやつ、やる組織にいるとこっちがダメでも引っ張られていくやつ、もうやらんといかんみたいな、とか独立自衛するとやってもやんなくても誰からも言われませんよね、それでね自滅していくんですね。これはね、もうだからもう私もね、なんかもうダメでね、どうしようもなくて、まあいいやと、でこうね、もう HBD を見てもうオナニーしてましたよまあ正直言いましょうか、ほんともうね、もうしながらね、最低だと思いましたでもはい、正直俺もやったことあるはいはい、やっておいてあげてよお前や、ほんとね、もうなんか分かっていながら落ちていくのが、分かっていながらなんかどうしようもないってあるでしょ、本当は日本電産の永森さんが言ってますけど、ね、自分で火をつけることができる人間はもう1割もいないと、
多分そうなんですよ。で周りが燃えたら俺も一緒にバッと燃えるとかね、うん、その多年性ですよね。でもどうしようもない2割ぐらいまで火つけてバーナーやってるけど燃えんっていうね、不燃性とこれからもしょうがないってね。まあこの3つがあって、だからもうすごいベンチャー企業家っていうのは勝手に燃えてるやつですね、大体そうです。その下はですね、実は安田の社長だってダメだったんですよ、全然ダメで、実はですね中小企業同友会という勉強会に入って、この時にもうすぐ経営企業合宿セミナーがあるからお前行けって言われてですね、その尊敬する社長からで行った、押したらダメ時代ですよ、火がついてないやつやです。ただ講師がですね救済の創業者、まずいもう一杯の救済がまだ小さい子ですよ。それで15人集まって人生計画と経営計画を一週間で作るぞみたいなね、こういったまあちょっとした、合宿セミナー出たのがきっかけになって矢部さんバッとこう火がついてですね、44歳の時にもう出したら14年経ってたのに給料10万しかもらえない借金2000万状態、嫁さんと2人パート3人のがやずやの実態だったんですよ。ところがそれで火がついて、火がついた3年後から私付き合い始めたんですよね。ああ、それからまあそれもう今400億ですよ。まあそういうのもあるんです、多年型ね。後で何かのきっかけ、勉強か本か何か知り合いか、もしかして今回みたいに震災、三木谷なんか阪神大震災をきっかけで日本工銀こんなにいてもしょうがない、いつ死ぬかわからん、もう脱サラするんだみたいなね感じで、たまたま孫さんとか担当しててね、そういうすごいベンチャーを見てたっていうあれですけど、こういろんなマイナス要因もね結構チャンスになったりしますよ、ね、いろんな意味でね。まあ何かあるんですかね、きっかけでこう変わったりするんですけど、で私もその武田氏からその2000年前後本出せ講演出せしろと言われてる時にまあどうかなと思いながら、でも年末ね本を書く講演すると書いて今の時期でよし来年から講演するぞって言って、まあ、東京民営業で